EF65 系電気機関車の機関士、西日本旅客鉄道の運転士、運転席後ろに運転士の所属基地と氏名を示した名札が掲示されている。担当交代の際には名札も差し替えられる。運転士とは基本的にその資格を持ったものでないと運転することが許されない場合が多い。世界各国に鉄道運転士がいる。国ごとに免許制度が異なっている。また、 運転する車両によって、あるいは事業者によっては、異なる職名が付けられている場合がある。機関車を運転する職員は、機関士という、ヨーロッパでは2004年1月に2カ国以上の国際路線に乗務する運転士を対象とする欧州機関士免許が導入された。英語圏の鉄道運転士については、EN、トレーンドライバーを参照フランス語圏の鉄道運転士については、 フランス、カンダクターでトレーンを参照日本の鉄道の運転士は国土交通省より運転免許が交付される。日本の鉄道運転士については、動力車操縦者を参照韓国の鉄道運転士の免許については、鉄道車両運転免許を参照 EU では、定員8人までので車両を操縦量 3500kg までの4輪車で、あれば、B クラス免許で運転可能であるが、 これを超える場合には、D グループの運転免許が必要である。EU の免許制度では、トラックの運転免許とバスの運転免許は明確に区分されており、C グループの免許でバスを運転したり、D グループの免許でトラックを運転することはできない。なお、バスやトラックを運転する場合には、EU の運転免許とは別に各国のドライバー資格が必要である。 日本では一般乗り合い旅客自動車事業もしくは一般貸切旅客自動車事業においてその自動車を運転操作するものに対しバス運転士の故障が用いられる。ただしあくまでも車内故障という部分は強く対外的、行政的にはあくまでも運転手である。バスの運転士は大型自動車第2種運転免許が必要である。 日本では一定の動力機械について免許制となって、折労働局より交付される、などであり、それぞれ釣り上げ荷重が5トン以上のものを、運転操作するためには、免許が必要である。a b 工事 NP277 運転から、運転士、最低労働基準の設定。国際運輸労連。2017年9月3日へ図覧。ABC、ドイツにおける、 バスドライバーの不足と事業者による人材確保、育成の取り組み。交通経済研究所。2017年9月3日へ覧。ありがとうございます。